健康のために必要なものをご存知ですか？健康のためには栄養のバランスはもちろん、栄養の体内の利用効率もとても重要になってきます。栄養の体内の利用効率に深く関わってくるのが血中濃度です。血液中で吸収された栄養素が一定濃度に保たれ、全身に運ばれることが大切です。では、実際はどのように栄養素が体内に吸収されるのでしょうか。口から摂取した食事は、まず胃や腸において消化されます。ここでほとんどの栄養素が分解され、小腸で吸収されます。吸収された栄養素は血管を通り全身に運ばれ、それぞれの器官で利用・貯蔵されます。小腸で吸収された栄養素を全身に運ぶ際に血中濃度が重要となります。血管内で栄養素を運ぶ血液をトラックとすると、トラックの荷台の量が一定の場合、血中濃度が一定に保たれていることになります。この時常に全身に栄養が行き渡り、臓器が本来の働きをすることができます。トラックの荷台の量がバラバラの時、すなわち血中濃度が一定でない場合、栄養素が血液中にほとんどない時があるため、全身に栄養が行き渡らず、臓器の本来の働きを得られなくなってしまいます。一般的にビタミンの血中濃度は摂取から 2,3 時間をピークに消失が始まり、12時間で全て消失します。また栄養は一度に摂取できる限界があるため、一度にたくさんの栄養を摂取しても限界を超えた分はそのまま吸収されずに排泄されてしまいます。数回に分けて少しずつ摂ると体内の栄養素の量が一定になり、効率的な栄養吸収を行うことができます。1回でたくさん摂ると排泄されてしまい、効率が悪くなります。ニュートリライトでは各栄養素の特性に合わせ、栄養素の血中濃度の変動を抑え、なるべく一定に保つように考慮された製品設計をしています。そのため朝に1回、夜に1回、それぞれ6粒ずつトリプル X を摂取することで、摂った栄養素を効率よく体内で利用することができます。1日に6粒しか摂らなかったり、1回に12粒摂ってしまったりすると、血中濃度が低くなる時間が長くなり、体内で働く栄養素が不足する可能性があります。そのため1日の摂取量と摂取回数をきちんと守ることが大切です。さあ、1日の摂取量と摂取回数をきちんと守り、サプリメントを正しく摂って、毎日を健康に過ごしましょう。